おい、おいや、じゃあ皆さんこんにちは、野球YouTuberの岡です。はい、どうも、ゆうとです。よろしくお願いします。引っ掛けてサードゴロ。前回ですね、あの動画に出てもらった翔子さんなんですけども、まぶしい、なんか小学校までだった後でね、野球歴がね、絶対嘘、うんうん、今回は、ね、変化球を覚えたいということで、おい、スペシャルゲスト、俺。違う、翔子さん、ちなみに変化球ってやっぱ夢ですか？そうですね、もう一種類しかほんと投げれない。え、ストレートしか？ストレート、ストレート。かっこいい、かっこいい、それも逆に。じゃあ早速ね、ゲストをお呼びしたいと思います。そうくん、カムヒア、カムヒア。これ立て、お前パンやろ。こんにちは、お前は。そうです、よろしくお願いします。そうだ、そうです。ちょっとね、久しぶりのそうくん登場なんですけど、キレキレの変化球をそうくんに、翔子さんの、翔子さんを変化球を投げれるようにしてほしいと思います。ちなみに今日何をしてる？そうだ、サーブです。カーブ。おぉ、まあまあまあ基本みたいな感じだ。キャラかぶりじゃねえかよ。どうしてくれんだよ。俺もカーブ投げるもんな。他のものをしてろよ、キャラかぶり。いや大丈夫大丈夫。2種類のカーブを今日はね、翔子さんに覚えてもらいたいと思います。そうだそうだ。翔子さん、意気込みありますか？めっちゃ曲げたいと思います。それでは動画をご覧ください。よろしく。ここです。何今の？おい、すごい曲がってる。なんかさ、スライブキーじゃね、なんかね、思った思った。俺の縦カーブでなんかこっちスライダーっぽい。おお、すごい。どうっすか？すごい。俺の方は縦に落ちるカーブ。ちょっと、ちょっと黙れ、ちょっと黙れ。はい、黙れ。わかりました。めっちゃ曲がってます。分かってるわ。今スライダー、えぐいて。おお、いいね。これが、こっちから見た方がいいっすよ。おい、あ、向こうあるある。すごい、え、余裕だ。あれ目指すんすよ、翔子さん。あれで、あれでゴリゴリ曲げましょう。投げれんのかお前、本当に。よおい、まずは肩ならしまっすぐ投げてみた。カブ、カブいかんかん。これあのもう返そうや、家返そうやもん、これも。スローボール今の。カーブ、カーブ。ノーベル賞のおじいちゃんの。投げろ、早く投げろ。ちょっと待って、右手ができない。そうっすよね。そうくん、ちょっと握り方ちょっと教えてあげて。どこに引っ掛ける感じ？ここに人差し指と？コミュ力ねえな。ない。人差し指と？間持つ。なんか死ねぬ指と人差し指と。ここと、ここちょっと開ける感じ？なるほど。あ、そういう感じ。はい。で、投げ方は？投げ方？振り下ろす感じ。こうか。そう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 。イメージ。感覚で投げてる。まあ最初はイメージじゃない。もう最初。大きく使うの。まあこれは見本だから。これが目標。最低限俺。毎度高いの。立てる感じ？ひねる。ひねるんや。ひねる。俺も投げてみよう。こういうことだ。感覚使いました。感覚大体。人差し小指。投げる前にも曲げる感じで。わかりました。オッケー。頑張ります。お願いします。スローボールですね。お前黙れ。お前が言うな。お前が一番言うな。何も考えずに投げると曲がる。スカイツリーカード。おお、曲がったじゃん。
先生、先生、先生どうすか先生、先生あ、コミショ先生先生、先生どうすか無力ない先生もうちょい、もうちょいなんかもう汚ねえの絵の具つけたのほら、おわ先生オッケー、コミショ先生、先生オッケー出ましたストレートと交互に投げてみればカーブと同じ感じじゃないかなさあ、スカイツリーカーブ難しいよもうちょっと肘上げた方がいいもっと肘上げるインコース高めからアウト決められるゴリ曲がるよゴリ曲がるよグーン曲がるよ武田翔太じゃんやばいよ、お化けお化けスカイツリーカーブおい、曲がったよ、うん、なんかスリークだからそんな曲がってるように感じないキャッチャー、キャッチャーどうキャッチャーちょっとバッター目線してみよう。まださ、あの多分覚えてたやから、うん、多分ね、カットボールみたいな感じになってる。あ若干曲がるみたいな。いやもう前澤のカットボール目指そうって。分かんない。直前でちょっと曲がる感じだから、うん、意外に打ちにくいかも。でも芯は外ドローンっていう感じじゃないから。ああなるほどね。って感じだから。いいよ。これ使えるやんそれ。うわあ、逆光やな。もう打った殺すけんなマジでお前流ししかできないから最高最高行きました感覚ありました行きましたちょっとだけちょっとでいいんすよ成長センスあるよねある俺の次にあるわかってましたよベースボールかメジャーリーガーベースボールかニューヨークヤンキー違う違う違う大学ビタビタやしはい点5位イメージイメージこの辺からカムヒアナイキャッチナイキャッチおえや先生わかんないですわかんない先生は先生わかんないってこれやばいこれ全然わかんないよ曲がってるよ先生こっちから軽く投げる感じ軽く投げる手元で来る感じ一球まっすぐ取れ、はい、一球ストレートえ、めちゃめちゃいいじゃないですか本当ですかうんね、先生はいよかった先生、お墨付き回転あれや、抑え系じゃね回転分かられちゃったらさ、打たれちゃうからさだからお前打てねえから大丈夫だってお前打てねえから大丈夫だってどうでしょう、投げてみていや、なんか最後の方は結構え、感覚はもう覚えました感覚も、はいだって、普通にまっすぐ投げたとして、まあ、そしてスカイツリーカーブをそう、引っかかるからまあそうやね普通にあのいいとこ来てたから、うん、大学ピタピタこれ先生の指導も良かったんじゃないですか、うん、先生何も言ってないよ、こいつ何も言ってなくねどうどうだって嬉しいよなはいやっぱね、あの変化球を覚えるとピッチングの幅が広がるんで何も言ってないけどなあの、翔子さんでもあの、大の大人たちを、ね、打ち取れるんじゃないかと思いますなので、よって次は向こうず女子野球部入団おめでとうございますパー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 ちょっとね、もうこれは翔子さん大化けする気がしますねいやもう教えてくださいお願いします先生専属先生先生教えてください、ね、大丈夫、はい、よししっかりやるよしっかり今回選手のでね、翔子さんと蒼君の、インスタのね URL 貼っときますんでぜひね、フォローの方よろしくお願いします
もうフォローしてるとね、何かあのいいことが起きます。このアクセフベルガードプレゼントあるかもしれない。そうくんね、けどくプレゼント。翔子さんからもしかしたらなんかプレゼントあのね、今後出してくれる可能性もある。俺ニット帽欲しいわ。ニット欲しいわ。似合うよ。似合うよ。かわいい。また今後もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。終わっちゃったよ。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。アデュース。頑張ります。頑張ってください。久しぶりのプレゼント企画、パオ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 。今回の11月のプレゼントはこちらです。僕の長年愛用したこのローリングスのキャッチャーミット、そしてもう一つはこちらのニューバランスの、これはサイズは26センチ、この26センチの、ね、このスパイク、金具のスパイク、こちらの2点を11月のプレゼントにしたいと思います。応募方法はいつも通り、野球 YouTuber 向こうのチャンネル登録、そして熱い熱いコメント、公平なジャッジでね、決めたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。